一歩も下がるな、の文言が入った、ソ連の大戦中の郵便切手。国防人民委員令、第227号とは、第二次世界大戦中の1942年7月28日、ソビエト連邦の国防人民委員部が、赤軍に対して発した命令である。一歩も下がるな、の一説が、特に有名であり、ソ連の反独抵抗のスローガンともなった。 1942年5月のハリコフ奪回を図ったバルベンコボ攻勢が失敗し、赤軍南西方面軍の戦車戦力はほぼ壊滅した。ドイツ軍は6月28日にブラウン作戦で東部ウクライナで攻勢に出たが、赤軍は戦力比で大幅に劣勢であったので、スタッフ化は南西方面軍と南方面軍にドン。 カトウガンへの撤退とローストフの防衛を命じた。ところが、スターリンとスタッフ化の期待に反して、ロストフは、軽微な抵抗をしただけで7月23日に、陥落し、25日には、バタイスクにある橋は、ドイツ軍の吸収により奪取され、ドイツ軍はドン川を越えて、ポーカサスへ侵入を始めた。第227号令は、 ロストフの陥落からわずか5日後に布告されており、その全文で最近の南部での防衛戦のありさまを厳しく批判している。いかなる指揮官も命令なしに交代してはならず、これに逆らった者は皆専任順位に応じて軍法会議にかけられることを明記している。第227号令は各戦線にそれぞれ一つから三つの懲罰大隊を編成させた。 これは、規律違反で起訴された将兵によって構成され、最前線の最も危険な箇所に投入された。同時に兵卒と可視官で構成された、懲罰中隊も編成された。1942年から1945年に、かけて42万7910名の将兵が、懲罰大隊に組み入れられた。これら二つの手段は、 前年12月のモスクワ全面でのドイツ軍の交代の際にドイツ軍によって規律を維持するために用いられてプラスの効果が見られたとして引用されている。軍に特選中隊を編成せよとの命令は3ヶ月後の1942年11月29日に取り下げられた。苦戦している赤軍の士気を奮い立たせ愛国心を喚起させるつもりだったが かえって兵士の指揮を下げた上、特選隊員が人的資源を浪費するのを見た。指揮官がこれを用いないこともあったりしたことなどから、1942年10月より、赤軍内の正規の特選隊はひっそり姿を消した。ただし、内務人民委員部やスメル氏はその後も継続して、特選活動に当たった。1944年11月29日、 特選隊は公式に解散した。ありがとうございます。